地震調査委員会による分類の地図。宮城県沖の位置。宮城県沖地震は、日本の宮城県東方沖を震源とする地震。特に、日本海溝の大陸プレート側を震源として、周期的に発生するマグニチュード M7.5 前後の地震を指す。東北地方などが乗る北アメリカプレートの下に、同地方の東方沖で、海洋プレートの太平洋プレートが沈み込んでいる。 この両プレート間で両側のプレートから圧縮を受けて、歪みが生じ、プレート間に存在する活断層が活動することによって発生する地震のうち、オシカ半島沖を震源とするマグニチュード M7.1 から7.4前後の地震が繰り返し、発生している。平均発生間隔は約38年である。また、陸よりと海溝よりの2つのアスペリティがあると考えられていて、 宮城県沖地震には1930年代の地震のように時間を置いて複数のアスペリティが別々に滑る場合と1978年の地震のように同時に滑る場合があると考えられている。過去の地震の規模から別々に滑った場合は M7.1 から7.4同時に滑った場合は M7.4 前後になるとみられる。なお、 宮城県沖地震の想定震源域のプレート面では毎日何度も地震が発生しているがほとんどが無感地震である。宮城県沖地震はこれまで25から40年という比較的短い間隔で周期的に発生している。また三陸沖南部海溝よりの地震と連動した場合 M8.0 前後の地震になると言われる。このタイプの地震は 過去の記録などから1793年に起きたと見られている。一方、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は三陸沖を震源とするものの、北は岩手県沖から南は茨城県沖まで広範囲の震源域における連動型地震となっており、地震予知連絡会や国の地震調査、 研究推進本部も想定される宮城県沖地震も同時に発生したとの見解を示している。地震調査研究推進本部はこのような複数の震源域が連動する地震は平均約600年間隔で発生していると推定した。過去の地震の規模からモーメントマグニチュード8.4から9.0前後の地震になるとみられる。なお地震保険において 宮城県は二等地となっており、三大都市圏よりも危険度は低いと見積もられているが、地震保険の世帯加入率は、愛知県、東京都に次いで、全国で3番目に高い。下の表は、宮城県沖地震であるとされた地震、及び、宮城県沖地震の想定震源域と他の震源域が連動して発生したと考えられる、地震の発生履歴である。地震の詳細は、 夏季参照。関西地震の震度分布1793年2月17日14時ごろ、北緯38.5度、東経144.5度付近を震源とする M8.0 から8.4程度の地震が発生した。他の震源域と連動して、宮城県沖地震も発生したとみられる。死者100人程度、損壊家屋1000戸以上、津波あり、 1835年7月20日14時頃、北緯38.5度、統計142.5度付近を震源とする、M7.0 前後の地震が発生した。死者多数。仙台城が損壊した。津波あり。1861年10月21日4時頃、北緯38.5度、統計142.0度付近を震源とする。 M7.3 の地震が発生した。死傷者あり、津波あり、江戸も揺れを感じた。1897年2月20日5時50分頃、北緯38.1度、統計141.9度付近を震源とする M7.4 の地震が発生した。仙台沖地震とも言う、家屋損壊あり、同日8時47分頃にも強い余震。 8ヶ月前に発生した明治三陸地震の誘発地震と考えられている。また、この地震から約5ヶ月半後の同年8月5日に、三陸沖で M7.7 の地震が発生した。1933年6月19日6時37分頃、北緯38.1度、統計142.5度付近を震源とする M7.1 の地震が発生した。 現在の岩手県宮古市、宮城県仙台市宮城野区などで最大震度4を観測した小規模な津波あり、各地の震度震度4以上の揺れを観測した地点は以下の通り、1936年11月3日5時45分57秒、北緯38度15.7分、東経142度3.7分の宮城県沖を、 震源とする M7.4 の地震が発生した。近海山沖地震とも言う。現在の宮城県石巻市、仙台市、福島県いわき市で最大震度5を観測した。死者はなく、負傷者4人。家屋被害も全壊3個、半壊2個にとどまり、同じ規模の1978年、宮城県沖地震に比べて被害は極めて小規模だった。 各地の震度震度4以上の揺れを観測した地点は以下の通り。1937年7月27日4時56分32秒、北緯38度7.3分、統計百142度0.0分の宮城県沖を震源とする M7.1 の地震が発生した。各地の震度震度4以上の揺れを観測した地点は以下の通り。 1978年6月12日17時14分25秒、北緯38度9.0分、統計142度10.0分の宮城県沖を震源とする M7.4 の地震が発生した。震度分布図2005年8月16日11時46分25秒、北緯38度8.9分、統計142度16.6分の 宮城県沖を震源とする M7.2 の地震が発生した。宮城県はこの地震を8.16宮城地震と呼称している。宮城県川崎町で最大震度6弱を観測した。地震による揺れは北は北海道から西は徳島県までの広い範囲で勇敢となった。静川町で40センチメートルの津波を観測した。 この地震により100名が重軽傷を負ったものの死者は出ていない。仙台市のスポーツ施設、スポパーク松森の屋内プールで天井が9割方崩落、20人以上が負傷。また、震度4を観測した埼玉県加須市で民家1棟が全壊した。他に、福島、宮城など4県で住宅の一部破損984棟の被害が出た。仙台市営地下鉄。 東北新幹線、秋田新幹線、山形新幹線が全線で運行停止した。この地震について、当時政府の地震調査委員会は、想定されていた宮城県沖地震ではないという見解を示したが、2011年の評価では、宮城県沖地震の一つであるとした。これは、後の調査で宮城県沖地震の3つほどのアスペリティのうち、 南側の一つが滑ったもので、宮城県沖地震の部分的再来であったとする研究を反映したものである。ただし、想定されていたスペリッティの一部のみを破壊しただけで、滑り残しがあるとされていた。この地震では緊急地震速報が作動し、仙台市では揺れのくる14秒前、震度3を観測した東京と千代田区大手町では70秒前に情報が流れたとされる。 NHK は地震発生後直ちに全放送派通常放送を強制打ち切りにさせた上で地震関連のニュースに切り替えニュースセンターから武田真一アナウンサーが地震の第一報を伝えた。またテレビ東京系を除く民放各局は番組の途中に地震関連のニュースを臨時で放送した。余震活動は年内いっぱい続き12月には M6 クラスの余震が発生している。この余震では、システム障害で震度の入電が遅れるトラブルがあった。各地の震度震度5弱以上の揺れを観測した地点は、以下の通り。2011年3月11日14時46分18秒、北緯38度6.2分、東経142度51.6分の三陸沖を震源とする。 MW9.0 の東北地方太平洋沖地震が発生した。震源域は宮城県沖も含み岩手県沖から茨城県沖まで広範囲に及んでいる。地震予知連絡会は同年4月26日、3月11日の本震発生時には想定されている宮城県沖地震も起きていたとの見解を示した。また宮城県沖に区分される範囲では 本震発生後にも、後日の余震をはじめ、多数の余震が発生している。以下の地震は、宮城県沖を震源とするものの、地震の規模や種類により、宮城県沖地震に分類されない地震である。1855年9月13日、北緯38.1度、統計142.0度付近を震源とする、M7.3 前後の地震が発生した。負傷者あり。 1898年4月23日8時37分頃北緯38.6度統計142.0度付近を震源とする M7.2 の地震が発生した小規模な津波あり1915年11月1日16時24分頃北緯38.3度統計142.9度付近を震源とする M7.5 の地震が発生した。津波あり。2003年5月26日18時24分33秒、北緯38度49.2分、東計141度39.0分の宮城県沖を震源とする M7.1 の地震が発生した。2011年4月7日23時32分43秒、 宮城県沖を震源とする M7.2 の地震が発生し、宮城県で震度6強を観測した。この地震は同年3月11日に発生した東北地方、太平洋沖地震の余震とみられる。2021年3月20日18時9分頃に宮城県沖を震源とする M6.9 の地震が発生し、宮城県で震度5強を観測した。 この地震は、東北地方太平洋沖地震の余震とみられる。同年5月1日10時27分頃にも、宮城県沖を震源とする M6.8 の地震が発生し、宮城県で震度5強を観測した。気象庁は3月の地震との関連について、震源の位置が約4 0キロメートル離れていることから、関連は不明としている。一方で、 東京大学地震研究所教授の小村隆は3月に発生した地震の余震と見ることもできると分析している。ありがとうございます。